片岡です。今日はですね、イガグリを作ってみたいと思います。前回鬼皮付きの栗を作ったんですけれども、今日はですね、その鬼皮、鬼皮っていうのはね、硬い茶色い、皮のことですね。天津山栗の状態ですね。むき栗の、周りにある硬い皮のことを鬼皮っていうんですけれども、それよりも、鬼皮の周りにイガのある状態ですよね、イガ栗。これをですね、今日は練り切りで作ってみたいと思います。はい、では練り切りの重さですね、焦げ茶色が 12g、栗あんが 9g、 そして、茶色が 7g、 そして引き茶色が 14g ですね。ではいきます。まずですね、この茶色ね、3つ3等分してですね、それぞれを栗の形にしますね。栗の形っていっても、上の部分だけこうやってやるだけです。はい、そして、これをくっつけて、ここが見えるようになるので、ちょっと間を空けてこんな感じにしておきましょうか。はい、そしてですね、栗あんですね。栗あんを乗せて、ちょっと半包みっていう感じにね、しておきます。はい、これを置いておきますね。粉部類を部類にしてですね、こしますね。これそれぞれ別々にこします。これちょっと栗が入ってるからね、これゴミじゃないですからね、栗です。はい、そしたらこれを植え付けていきますね。はい、なるべく丸くね、植え付けます。まずね、この底になる部分をね、この辺りつけちゃいましょう。固まってるところ。どうにもならないような。あとは適当に下から。下から行きましょうか、ザバッと。ちょっと細かいからこれどうしたってつけづらいですからね、いっちゃいましょう。あまり気にせず、バンバン。足んなくなったら困るからね、この辺からつけていこうか。いつもと逆です。下からいつもはつけるんですけどね。
今回だけちょっと上からつけましょう。ね、なんとなく栗っぽくなってきましたね。じゃあちょっと周り、でこぼこを隠していきますね。細かすぎるのはちょっと難しいですね、均等はね。細かすぎるのはちょっとやっぱりくっついていきづらいですよね。はい、これで里の栗の完成です。ありがとうございました。